話が長くなっちゃった。要はなんかリズムのなんかトレーニング方法を教えてくださいっていうその質問がいっぱいあったから、それにちょっとお答えしようと思ったんだけど、そのリズムの何を知りたいかで多分全然違うんだよ、まあ、全然違うっていうか、俺もまた遊びに行きたい。誰だろう、誰なんでしょうか。ゴーケー君がずっと見てくれてる。ちょっとね、昨日いろいろ考えてたの。昨日いろいろ考えてたんだけど、まず俺こっち来て多分タッチが変わった。すごいすごいタッチが変わったと思う。これね、めちゃくちゃ大事だと俺は思う。結構日本人の人でレッスン動画上げてる人とか俺いっぱい実はチェックしてるのね。そのチェックっていうのは一体どういうことをみんな知りたがってて、どういうことを教えてんのかなって思って、だけどやっぱね、結構そこをそこが良くなったら全部良くなるのにっていうのがいっぱいあって、実はその一つで多分俺タッチだと思ってて、で結局その、これベース見えてるかな、ちょっともうちょっと一回してみていい。そのこっちのタッチでさ、なんか結構ね、結構いがちなのがこうめっちゃこうバーガシャって弾いちゃってる感じ。8ビートとかもなんかみたいな感じ。それはなんかドラマーがもうデンガンってズンガンってやってて、それにまあロックはすごくいい、ロックはすごくいいんだけど、例えばちょっとなんかこうなんか8ビートにもいっぱい種類があるでしょ。で多分それはそれを変えるのは多分タッチだと俺は思ってて、なんかとかなんかこう今こっちでミュートしながらやったんだけど、あとこっちもミュートできるし、今もう今左手のここでミュートしてるのね。これちょっとモータウンっぽい感じ、なんかあとね、結構リア寄りで俺は心地いい音を出すようにして、みんなね、その結局ねイメージなんだよね、音の。多分どこで弾いても結局構わないわけ、わかる？どこで弾いても構わないんだけど、音の出すイメージができをして、その通りに音が出てれば何でもいいと思ってて、例えばなんか鋭くタカ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 って弾きたいんだったら、多分この辺だと、まあできなくはないけど、例えばちょっとこの辺だとちょっとマーカスっぽく なっちゃうわけじゃん。でこっちの方で弾くとちょっとジャコっぽいけど、まああとこうリア寄りにしてね、こうまあそのはっきり弾くのかこう弱く弾くのかとか、とにかくこっちのタッチでいろいろこう変えていくと。であとはこっちのミュート具合、こっちのミュート具合とこっちのタッチ、もうこの2つさえ手に入れれば、例えばちょっと俺 トラック作ったんだけど、すごい好きだったから、そう。これ
カッみたいなの入れるのがすごい好きなんだけど、あのあそうみんなね、あのコピーいっぱいするときに耳結構頼りにした方がいいかもしれない。なんかあのビジュアルでこうコピー、俺の声聞こえてるか、そのこう目で見た感じで指の形でやっても分かってくれてる。その目で見た感じで、これねマーカス・ミラーが言ってたんだよ。この間ね見たあのマーカス・ミラーの動画があったんだけど、それでま、そのマーカス・ミラーとかの昔の人たちっていうのは、要は YouTube なんかなくて、その過去の偉人たちで、マーカスよりももっと偉人たち、ラリー・グラハムとか、まあ、年は近いけど、そういう人たちの音をどうやって聞いたかって言ったら、直接見るか、あとレコードを聞くしかなかった。で、映像で見れないから指の形がどうなってるかは分からないから、やっぱイメージ、音で聞いて、出音でやっぱ聞いてコピーしてきたりしてたので、それすごい大事だと思う、俺多分。だからあんまこう映像でこうなんか、いやまあ映像は見た方がいいんだけど、言ってる意味わかるでしょ、映像は 見てもいいんだけど、やっぱ音にももうめっちゃ音ちゃんと聞いた方がいいと思う、多分コピーするとき。それやればあのその人どういうタイミングで実はこう弾いてるのかとか、そういうのすごいわかると思う。そう、まあ、とにかくタッチとかその音の切り際とかね、あの結構パッて切ったり、あのダッとかなんかそういうのがしっかりこう入れられたらいいなっていう感じ。でもね、なんかね、俺そあの指はそういう意識なんだけど、体はね実はずっとドゥンドゥンドゥンワンドゥンガッタスとかガッツとドゥンガンダンダンダンっていうこうそのパルス、おい銃声だぜ、おいアメリカだね、怖い。耳でちゃんとそのフィールがよく聞こえてないと意味がないわけで、結局、うん、だからね俺ね、あんまり動画作るときになんかなんだろうな、こう弾くものですって俺教えたことないんだよね。だって指の形なんて全員違うでしょ。だってこう弾くって運指の話ですか。まあ運指もそうだし、そのタッチの仕方も、うん、だからとにかく耳でこうコツンとした音が欲しいんだったら、あのこうやって弾けばいいし、なるべくリアの方で。で、なんかそういうなんかこうモンモンしたっていうか、そのなんかこうモータウンっぽいのにしたいんだったら、あの、まあ、ちょっとリアに寄せてあげてこの辺で弾いたりで、うん、あとはまあ、あのさっきあのちょっとちゃんと言ってなかったけど、こっちの左手のミュートね、これ結構いいと思うよ。あんま左手意識してる人多分ほとんどいないと思う、左手のタッチ。左手のタッチぜひみんな研究してみて、なんかこっちの人でね、あんまりなんかこうもろを手ヌート気味で弾いてる人はあんま見ないんだよね。なんか結局ちょっとしたロックっぽい8ビートとかもちょっとだけこうなんかちょっとミュート気味。まあでもそれもいろいろだから使い分けられたらいいよね。そう、なんかちょっとオープンめに弾いたり、うん、なんかわかんないけど、うん、でそれも結局だ、指の形じゃなくて結局耳で得たい音をどうするかで指の形を変えればいいんだけど。だからさっきも言ったでしょ、あんまりこう YouTube 見て人のなんかこう指の話とか、あの指はこうやって置くんだっていうことよりは、なんかこうイメージしてる音通りに音が出てればいいんじゃないっていう話、なんかあの、うん、ぐらいかな。あの演奏下手くそだけど多分 YouTube に載せるんで、まあ、よかったら見ててくださいね。あとみんなビンズグルーブキャンプをぜひ登録してください。あれどんどんあの広まっていくんで、そのうち。じゃあね、またね。